だからホークスの連勝が止まりました。ホークス先発は森唯人でした。ファームでの調整が続いています。その立ち上がり、まあ、ようやく森らしいこの躍動感というのが今日は出たという感じでしたね。1回をゼロにスタートした森です。一方のドラゴンズ、こちらも一軍ローテーションピッチャーの1人、2人が今日先発のマウンドに上がっています。こちらも2軍での調整が続いています。栗原がショート内野安打で出塁。3回です。2アウトランナー3塁1塁、ピンチで実戦復帰、これが5試合目の木下。骨折から復帰して今日はタイムリーが出ました。森が1点もここで失っています。ここはうまく打たれたんですね。打った方がやっぱナイスバッティングでした、はい、続く4回です、まあ、ここも先頭バッターを出したところから始まったイニングでしたけれどもね、まあ、打ち取っただけではありましたので、ちょっとこう右足の力がちょっとずれてしまったので、はい、ホーム投げれなかったですが、はい、ブライト健太サードゴロの間に1点追加。さらに2アウトランナー3塁から石垣、今度はコースヒットですね、はい、ショートへのタイムリー内野安打になりました。これで3対0リーチが広がっています。4回の福谷です。好調デスパイネ、まあ、ブライト健太のいい判断もあってセンターフライ。井上もピッチャーゴロに打ち取って、まあ、今日はファームのホークスの選手たちが手玉に取られたという感じですね。仕込みながら変化球でかわせながらというところでね、はい、5回の森です、まあ、その前の失点を取り返すように、まあ、ここはいい感じのピッチングになりました、ね、いい5回のね、はい、この回で終わるかなと思ったんですけど、問題が来ましたからね、はい、3者連続三振。さらに驚いたのは2番手で和久井が登板してきたこと、まあ、7月末に登録を抹消されて調整中ではあるんですが、まあ、さすがのストレートですね、はい、まさに針の穴を通すような、ね、コントロールでした。8回です。ホークスは3番手で高橋純平がマウンドへ、まあ、昨日のゲームでは失点のあった高橋ですが、今日は加藤、鵜飼、そしてレディーラと抑えて三者凡退。今日はいい投球ですよね、はい、9回です。ドラゴンズは4番手で祖父江がマウンドに上がりました。そして生見、これは見事な一発。今シーズンの第7号は必死を報いるそのホームランになりました。まあ、しかし最後は代打の吉田が空振り三振に倒れて試合終了、まあ、1点は返しましたがベテラン投手